日本栃木県宇都宮市北一の沢町北一の沢町は栃木県宇都宮市の地名。住居表示実施済み区域で定番を持たない単独町名である。郵便番号は320048。宇都宮市中央部の一区域。宇都宮市街地西部の大谷街道北側に広がる住宅街で北部に宇都宮文政女子高等学校がある。 西は日西町、北は戸祭り4丁目、東は都西2丁目、南は桜4丁目、西一の沢町と接する。現在の住居表示施行前は一の沢町、お正塚町のそれぞれ一部であり、このうち、お正塚町は現在の北一の沢町、戸祭り2丁目、桜4丁目を区域としていた9丁目であり、1933年に昭雲寺を開いた。 両君お尚の墓が発見されたことから、現在の戸祭り二丁目付近を、お正塚と呼んだことに由来する。北市の沢町の東端部にある五皿を起点とする、お正塚通りは、この頃の町名を由来としている。1889年の町村制執行時点では、河内郡城山村、大矢小矢生、国本村大矢土祭りのそれぞれ一部であった。 宇都宮市街地と一体となって宅地化が進行し、現在では本町地区の一部である。2017年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。北市の沢町地内に鉄道は通過していない。路線バス等の交通機関利用による東部、宇都宮駅、または JR 宇都宮駅が最寄りとなる。大谷街道、五穀通りを通過する、関東バス JR バスにより運行される系統を利用できる。作新学院前、日西中学校前などの停留所を利用できる。郊外へ向けて発着する系統が多数通過するため、ここでの詳細な歴記は省略する。系統の詳細についてはバス会社の記事を参照。 以下の系統は北一の沢町地内は通過しないものの、近隣を通過しており、利用圏内である。ありがとうございます。